メアリー・ヘンリエッタ・スチュアートは、オランニエ公、オランダ総督ウィレム2世妃の妻。イングランド・スコットランド王・チャールズ1世と、王妃・ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランスの長女として、ロンドンのセント・ジェームズ宮殿で生まれた。兄に、チャールズ2世、弟に、ジェームズ2世、グロスター公・ヘンリー、妹に、エリザベス、オルレアン公・フィリップ1世妃・ヘンリエッタンがいる。フランス王ルイ世は、 母方の重邸にあたる。1641年、オラニエコー・イレム2世と結婚した。1642年、イギリス王室最初のプリンセス・ロイヤルの称号を父から授けられた。この称号は、フランス王女だった母が、古国で王の長女に授けられる、マダム・ロワイヤルと同じものをメアリーに授けてほしいと願ったことから、父が創設した。 1642年にはイングランドにいたが、心境と革命勃発直前に母と共にオランダへ渡った。革命の進行に連れたの王族たちも大陸へ亡命するようになり、兄、チャールズや弟のヨーク公、ジェームズ、ヘンリーをオランダに迎え入れた。1647年、夫ウィレム2世がオランダ総督に就任したが、 わずか3年後の1650年11月6日に天然痘を発症し、アムステルダムで休止した。その8日後の14日、メアリーは長男ウィレム3世を出産した。彼女は目アマリア、ブランデンブルクセン抵抗フリードリヒビルヘルムと共に、幼児、ウィレムの貢献者となった。しかし、メアリーは心境と革命の影響で自分を頼って、 亡命してきたスチュアート家の王族を購入したため、オランダで人気がなかった。しかも、ウィリエム二世いなき後のオランダは、政治指導者、ヨハンデウィットが、オラニエ家の権力を制限するようになっていった上、国民はメアリーが兄チャールズと、弟ヨーク公を支援するのを許容できず、援助を受け入れるのを禁じられた。こうした逆風から1654年から3年間、メアリーは、 オランダ国外で過ごさなくてはならなかった。1657年にメアリーはオランダ摂政となったが、隣国の支配を狙うフランスを売るい14世が、たびたび介入するため、困難な統治を強いられた。イングランドで王政復古が叶うと、オランダでのメアリーとオラニエコーを入れ無3世の立場は劇的に好転した。1660年9月、 メアリーは故国へ帰国したが、同年に夫と同じく天然痘に倒れ、ホワイトホール宮殿で死去し、ウェストミンスター寺院に葬られた、スチュアート長の家系図。ありがとうございます。